ってー、ちゃちゃ、今日のは効いたぞ。90度回転しちゃって布団も剥いじゃってます。お父さんお母さん助けに来たわよ。ちゃちゃ、ちゃちゃさん、お父さんとお母さんを助ける夢を見てるんですね。ちゃちゃ、俺がついてるからな。僕だってついてますよ。私は負けない。牛が笑ってる。もう、ちゃちゃさん頑張りましょうね。腹減った。腹減ったよ。腹減った腹減った。変な歌歌いながら歩くのやめろよ。ちゃちゃさんもう。ほら、僕のお腹までハンチにかかってお腹が空いたのかななんて思っちゃうでしょ。そうや大変だ。俺ラーメン食べたい。私オムライス。じゃあ僕は目玉カレーハンバーグ大盛り。シーネちゃん大盛り。シーネちゃんそれずっこいよ。確かもう少し行けば街があるはずです。そこで何か食べましょう。ラーメン食べたい。もう少し我慢しろ。わーいわーい、オムライス。チャチャさんまでしょうがないですね。あとどのくらいか地図を見せてください。はーい。いや鬱陶しい。ラーメン、はい、シーネちゃん。ああどうも。やっぱりそうだ。この森を抜けるとすぐにゴールドスミスの町ですね。ゴールドスミスの町ってどんな町？ラーメンの町ってどんな町？ゴールドスミスは魔法の国のお金をすべて作ってる町です。じゃあオムライスは？ラーメンは？何でもありますよ。ゴールドスミスは賑やかな町のはずですから。ラーメン、ラーメン、めったまカレーハンバーグ、めったまカレーハンバーグ。目玉カレーハンバーグってちょっとさんのリズムと合わない。大盛りも入らないし。大魔王様、今日はお願いがあるざす。行ってみろ。それでは、はばかりながら、わしたちが大魔王様の部下になって随分経ったでやんすが、一度もお給料をもらったことがないでやんす。わしらも何かと物入り出して、お給料欲しいなぁなんちゃってだす。ならばこれをやろう。ここでは、なんだ？ゴールドスミスの町で作ったばかりの金貨だ。これからも二人力を合わせて大魔王様のために働くでやんす。さあ分けるです。光るでやんす、光るでやんす。キラキラ。金貨です。お金でやんす。全部わしのものでやんす。何？はいでやんす。金貨を放すです。よう出すこと放すでやんす。パッパカパーのピラピラピラインです。ガンガガンガでやんす。わしのでやんす。わしの金貨。手にした者に悪しき心と欲望を与える金貨。素晴らしい出来だな、結構。お褒めいただきありがとうございます。欲望に疲れた人間が増えるほど、我々魔族は世界を支配しやすくなる。結構よ、この欲望の金貨をもっと作れ。そして世界中にばらまくのだ。お、世界が大魔王様の手中に落ちた時には、約束通り私に魔族政府の大蔵大臣の椅子を。よかろう。影に生ける忍びが権力を欲するか。結構、貴様こそ金に取り憑かれた男よ。働け、もっと欲望の金貨を作るのだ。逃げようというのか。おい！
この月光様から逃げられると思うなよ。ラーメン、ラーメン、ラーメン、ラーメン。また乗り遅れてしまいました。なんか僕の理性が邪魔するんですよね。もちっと自分を捨てることを覚えないといけませんよね。シーネちゃん、はいはい、なんで光っちゃったぞ。あぶねえ。ああ。さあもう観念しろ、逃げられはしないのだ。助けてくれ。わしはゴールドスミスの町長じゃ。いつの間に。おじさん大丈夫？ボロボロだぞ。私に逆らうとそういう目に遭うのだ。町長を返してもらおう。ついでに貴様らの命ももらう。さあついでだぞ。よい。いでよ。武器。武器。私の術同じことだ。わー、リア、なんとかしろ。ダメだ、手が離せねえ。ん？うわ、ここは貴様。久しぶりだな、結構。お兄ちゃん、お兄ちゃん、おりんちゃん、シーネちゃん、チャチャ殿ご無事で、あとはわしらにお任せくだされ。ふん、ショウノ引退の時だな。何を行くぞ、おりん。はい。なんかキンキラキラ光ってたぞ。さすが桃が忍者。なぜだけこう、なぜ魔族に味方する、なぜ忍びの力を悪用するのだ。ふん、忍者は影に生きるもの、忍の一時に従って生きねばならぬ。機能性のみの忍者眼による食事、個人の趣味などお構いなしの黒装束、その上常に心を乱さぬように恋愛などもご法度だ。え、忍者は恋をしてはいけないのですか、シーネちゃん。そんな生活が嫌になったのだ。あ、拙者は影に生きるのをやめた。欲望の金貨を国中にばらまき、大魔王様が世界を支配した時、魔法の国の大蔵大臣となり、金に埋もれて思うがままに生きるのだ。何を言ってるのかバーカ、お前のやってることは間違ってるよ。ふん、自分の生きたいように生きることにしたのだ。情けない、ねじ曲がってお前の少年、わしの刀で直してくれるわ。いざ参る。とっこちょたま。おじいちゃん、腰が、おじいちゃん、おりんちゃんのおじいちゃん、やみず腰がおじいちゃん、逃げるか結構。痛い、しっかりして。昔馴染みゆえ見逃してやるだけのこと、このまま立ち去るがよい。待て結構。ただし今度拙者の前に姿を現した時は容赦はせんぞ。
ゴールドスミスの町は昔から魔法の国の金貨を作り続けて、なるほど、国内でも一二を争うほど賑わっておりました。わあ、すごい裕福な町だったのです。そうだ、それがある日、大魔王の使いと名乗る忍者たちが現れ、来たか、町中を破壊し始め、わあ、その上金貨工房を改築して、え、住人たちに無理やり欲望の金貨を作らせるようになったのです。あちゃあ、やはり噂は本当であったか。忍者が悪に手を貸すなど言語道断。わしらは忍びの名誉のために奴を倒さねばならんのじゃ。欲望の金貨って何？これがそうです。わわわわ、これが一度手にしたものを欲望の権化と化す欲望の金貨か。直に触ると、拙者も忍者の端くれ、そのようなことは万事承知。あやむっちゃった。金やこしい。だから直に触っちゃダメだって言ったろ。わしは何を？おじいちゃん、よかったです。何がじゃ？金、ラーメン100杯分の金くれ。お前らやってんな。あれ？リーアがお金欲しがるなんて恐ろしい金貨ね。リーア、お金とラーメンどっちが欲しい？ダリメイのこと聞くなよ。ラーメンだ。お願いです。町のみんなを助けてください。うん、いいよ。おじさん、私たちも手伝うわ。みんなで力を合わせてゴールドスミスの町の人たちを助けましょう。おお、よろしくお願いします。いいよ、いいだもよ、いいよ。ここで町のみんなが無理やり働かされているのね。いや、それじゃ泥棒だよ。かっこいいだろ、シーネちゃん。おじいちゃん、早く行きましょう。流行る気持ちはわかるでござるが、準備が必要じゃ。準備？忍者の道具にはこんなのがあるのでござるよ。こうやって水の中を進むでござる。シューハー、シューハー、シューハーとな。はん、ちょっと地味だな。俺としてはもっとかっこいいのが好みだな。そうでござるが。リーア、すごい。皆さん、この水雲を使ってください。ほんじゃわしらについてくれてござる。わー、かっこいい。わー、かっこいい。私も。あ、頑張るでござる。もうちょっとで中へ入れるでござる。頑張って、チェチェさん。なんかほうき使った方が。お味方しよう。町長の長い話によると、この上に町の人々が捕らえられているらしいでござる。よし、またあの忍者が出てこないかな。そうですね、このまま気づかれずに行ければいい。月光が現れた時は我々に任せて、チャチャ殿たちは町の人々を逃がしてくだされ。うん。チャチャ、面白いぞ。やめらんねえな、なんとかしろたちゃ。もう少し泳がせておこうと思ったのだがな。月光。正之助、今度姿を現した時は容赦せんと言ったはず。
し、雑魚は片付けたぜ。残りは月光ってやつだけです。月光、同じ忍者としてお主の所業を許すわけにはいかん。自分の生きたいように生きてどこが悪い。自分さえ良ければ良いとは、腐り果てたやつ。おじいちゃん、何やってんだよ、さっさと動け、もったいぶんじゃねえ、ケチー。やれー、くわー、おなら結構ちょっと高く、腰こっちダメです、おじいちゃん。星が眩しい、おりんちゃん、おじいちゃん、腰が、こしゃくな真似を、正之助ともども切り捨ててくれる。お兄ちゃん危ない、待ちなさい、あなたも大魔王の手先なら私が狙いのはずよ。おお、チャチャかっこいいぞ。何、チャチャだと。チャチャ、ガードシールド、ビルドガード、チャ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 、たわいもない、もうバーニングクラッ、そんなバカな金死にや、やったぜ、逃げおったかけこめ、次はわしが懲らしめてやらにゃ。おじいちゃん、なんじゃ？あの忍者は恋をしてはいけないんですか？そんなことあるわけないじゃろ。そうだったらわしもとっくに忍者やめてるよ。
なんだ、よかった。あ、またコイン見っけ。ありがとうございました。おかげでみんな助かりました。いいよいいよいいかも。私たちは何をしてただす？やんす。おのれちゃちゃ。このままでは済まさん。大魔王の城まであと少し。なのに谷を渡る橋がないの。昔リーヤのおじいちゃんがその橋を壊しちゃったんだって。その橋を守るガロックはおじいちゃんの大親友だったんだけど、橋を壊されたことを恨んで大魔王に魂を売ってしまったの。でもおじいちゃんが橋を壊したのには訳があったんだよ。ガロック、おじいちゃんの話を聞いてあげて。次回、熱き友情の橋を渡れ、お楽しみに。